はい、匠ソフトです。今回も父読語館をしてまいります。2019年11月号特集、語らざれば憂いなきに似たりです。今回の箇所は父随想の中の93ページ、信頼は真剣勝負から生まれるというところです。清水隆彦さんですね、校長先生ですね。高彦さんが寄稿された文章から読解してまいりたいと思います。今教育問題って必ずって言ってるほどニュースになってます。今も嫌なニュースがね、出てますよ。なんか教師同士のね、いじめが問題になってね、そのいじめの全容がニュースで報じられるたびに本当に残念に思いますね。教育者って何なんでしょうね。そんなことをちょっと思わされる中で、この清水さんのね、記事を見たときに、真剣に問題解決に向き合ってきた人生、そして真剣さっていうのは本当にね、人を変える力があるっていうことをね、すごく読んで伝わってきました。やはり教育ですから、人と人との勝負ですからね、試練もたくさん、あり、つまずくこともたくさんあったようですが、でも真剣勝負で戦ってきたからで、来られたんじゃないかなっていうことを感じました。この言葉の中にもね、つまずいた石すら糧にするみたいなね、そんな表現もあるぐらい、それはやっぱりそこを乗り越えた人しか言えませんよね。乗り越えてない人は言えない言葉です。つまずいた石はもうどっかに捨てたい気分ですよ。 見たくもないっていう。でもこの方は違いましたね。つまずいた石をも糧にするんだって、ものすごい教育者として飽くなき挑戦をされている、そんなお人なんですね。今日本がね、令和の時代に入って、今なんとなく世の中の雰囲気が第二次世界大戦のね、あの日本の過去と向き合おうという動きになってきてる、そんな気がします。その中で教育がこの70年余り大変規制を受けた中での教育がされてきているということも現実として私たちは見なければならないんじゃないかと思います。どれが正解かとか、正しいのはどちらかとか、今までのが正しいんだとか、今平和だからそれでいいんだとか、そういうものではないと思います。今の社会の中の人間性、人間の学ぶべき学問が私たちに本当に根付いているだろうか。特に修養という部分においては、学校教育の中では修養はいたしませんよね。だからこそ社会に出てから人物修養が必要になってくることになるんです。そしてこのような父と言った雑誌もね、そういう方々に向けて、多くの励ましを与えてくれていると思います。やはり真剣に向き合うこと、特に教育はね、最
最も要です。一番大事って言ってもいいぐらいです。この日本、私たち一人一人を作ってきたものですから、大事に、そして真剣に、向き合っていただきたいと思います。そしてね、私はもう本当にね、今回のそのね、ニュースの事件じゃないですけども、あの事件がやっぱり引っかかります。教育者としていじめをした教育者は何をすべきか、いじめを見て見ぬふりしていた教育者は何をすべきか、自分の胸に手を当ててしっかりと向き合って逃げずに考えていただきたい、そのように感じます。はい、今日は神妙な面持ちで申し訳ございませんでした、真剣な話題でしたので、それでは皆さん、またお会いしましょう。